ペドロッパブロエルナンデスは、アルゼンチンサン・ミゲルデ・トゥクマン出身のプロサッカー選手。チリ代表、CA インデペンディエンテ所属。ポジションは、ミッドフィールダー。サン・ミゲルデ・トゥクマンで生まれ、幼少期に、首都ブエノスアイレスに移住。まもなくラシンクラブのアカデミーに入団した。しかしトップ昇格は叶わず、2005年に19歳で、ラシンを退団し故郷のトゥクマンに戻った。 その後、地元クラブの c a さん、マルティンのトライアルを受けるも、不合格に終わり、もう一つのクラブであるアトレティコ・トゥクマンと契約を結んだ。その後、南米や MLS のクラブを転々とした2014年6月、ラリーガのセルタデビーごと4年契約を結んだ。遺跡金は160万ユーロ。8月のコレドバ CF 戦で加入後初出場。 9月のアトレティコ・マドリード戦で加入後初ゴールを挙げた。エルナンデス自身はアルゼンチンで生まれ育ったが、チリ人の血を引くことから2013年12月にチリの市民権を取得した。このためアルゼンチン代表とチリ代表のいずれかを選択することができた。なお、エルナンデス自身は2013年のインタビューで、自らをチリ人と認識し、 ランカグア滞在中自分のルーツを強く感じたと語っていた。2014年1月15日、ホルヘ・サンパオリ監督がエルナンデスを招集。23日の親善試合、コスタリカ戦で、チリ代表デビュー。2014年6月、2014FIFA ワールドカップの暫定参加メンバーに選ばれたが、負傷のため最終登録メンバーからは外れた。ありがとうございます。